俺も前線で戦わせてくだ。上の決定だ。俺だっていつまでも新米じゃないんです。前線に出してくれたら証明してみせますよ。司令部を守るのも大切な任務だろうが。俺がビサイドからここまで来たのは、真と戦うためです。分かっているが、命令だ。さっさと配置につけ。 通行許可が出たのか。ああ、ガッタ、かわいそうだったな。戦わずに済んで運がいいじゃねえか。大体なんで戦うんだ。主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば俺たちの戦いは、そう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎだな。キッ。 キー。ワッカ、もう話す機会がないかもしれないから謝っておきたいことがある。ルッツ、ダメ。なんだ。お前の弟を討伐隊に誘ったのは俺だ。 一回でも勝ったら、勝ったらルーティ結婚申し込むって楽しそうに話してたのによ。ある日突然討伐隊になる。
that one there.好きな女と一緒にいるよりも、そいつの近くに芯を近づけないように戦う。そっちの方がかっこいいかもって、あいつは言ってた。リュウ、知ってたのか？この旅に出る前にね、聞いた。 ルールーのパンチも聞いた。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。レッツ、死ぬんじゃねえぞ。殴り足りないか？全然足りねえ。 ルッツさん、ダメ。言っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。通してやれ。お前が召喚士の道を選んだ覚悟と、この男の覚悟は同じだ。邪魔するな。どうしてユナが道を開けたのか、それが分かったのは、 確実だっつうのに。やめようよ。もう無謀な作戦かもしれない。教えに背いてるかもしれない。だけど討伐隊もアルベドの人たちもすごく真剣だよ。みんな真を倒したいって心から願ってる。その気持ちは私たちと全然変わらない。そう思わない？
あったよ。でもな、俺は機械を認めない。教えに反するこそ認めない。召喚士様、こちらでしたか。司令部はあちらです。キノック老師もいらっしゃいました。キノック様もですか。はい。ユーナ様もお急ぎください。 間もなく戦いが始まります。いろんな準備を忘れないでください。おいおい、なんか投げやりだな。当たり前だろ。俺は真と戦いたくてここまで来たんだ。それだったのに。あ、くそ。認められたいのなら、まず与えられた任務を黙ってこなしてみろ。 から聞いたが、本当に会えるとは思わなんだ。さしな、アロン。10年ぶりか。<笑>エボン四老師の一人、ウェンキノク老師よ。エボンの僧兵の指揮と討伐隊の監督が担当ね。作戦準備すべて完了との報告がありました。 分かった。下がれ。はっ。なあ、この10年何をしていた。作戦が始まる。そんな話はいいだろう。どうせ失敗する作戦だ。少しでも長く夢を見させてやるさ。ひでっ。キノック老師。ああ、始めてくれ。 あいつが老師とはな。聞こえたぞ。この10年いろいろあった。お前はどこで何をしていた。友との約束を果たしていた。まだ終わっていない。一つ教えてくれ。お前はザナルカンドを見たのか。 気持ち悪いね。そろそろよろしいでしょうか。外で待機しているアルベド族に作戦開始命令を伝えねばなりません。ここも安全とは言えません。魔物が来るかもしれません。戦いの準備が整いましたら私に言ってください。